さんこんにちは、ミガレージパラドックスの木崎でございます。今回も動画を見ていただきありがとうございます。よろしければ下のチャンネル登録ボタンもポチッとお願いいたします。さあ今日はですね、久しぶりにワンオペで、動画を撮っているわけなんですけども、まあ、何をしようかなといったところなんですが、今日はですね、本当にまた、かっこいいミニがですね1台入稿しましたので、そちらのご紹介をさせていただこうかなというふうに思っております。まあ、限定車をベースにした車なんですけども、まあ、アフターパーツの方もですねしっかりついていて、もう最初から最後までですねこう見どころもたくさんある内容になっているんじゃないかなというふうに思いますので、ぜひ最後まで動画を楽しんでいただければというふうに思います。それではですね、早速今日のミニご紹介をしていきましょう。はい、ではですね、今日ご紹介をさせていただくミニがこちらでございます。F56 のミニクーパー S です。令和1年2019年式で走行距離が約 1.4 万キロ、ボディカラーがブリティッシュレーシンググリーンで、車両本体価格が398万8000円という車両になっております。こちらのベースはですね60周年記念車がベースになっておりまして、ルーフはですね白色になっているんですが、これは通常のモデルと違って、ルーフからペッパーホワイトになっております。まあ、見ていただいたらもう分かる通りですね、バチバチに仕上がった車両ということになっておりますので、まあ、こちら細部をですね見ていきたいなというふうに思います。じゃあまずは、フロント周りからですねチェックをしていきたいと思います。はい、まあ、パッと見ですね、もうメッキのパーツがですねほぼほぼブラックアウトされているんじゃないかなというふうに思います。まあ、こういったフロントのエンブレムとかですね、こうグリルのパーツ、あとはヘッドランプのリング、この辺もですねしっかりとブラックアウトされております。で、フロントリップスポイラーついているんですが、こちらは MON のカーボンタイプのものが装着をされております。で、まあ、この後もですねこう随所にカーボンパーツがあしらわれた車になっておりまして、まあ、全体がですねグリーンとブラックとカーボンで、まあ、うまくですねまとめられた1台になっております。はい、では続いてですねちょっと細かいところもしっかりとご案内をしていきたいなと思います。はい、まあ、このようにですねボディの状態も非常に綺麗なですね状態を保っております。では足回りですね、フロントからチェックをしていきましょう。はい、ホイールはですね BC フォージドの EH171、 カラーはブラッシュドブロンズですね。まあ、このホイールも後から買うとかなり、いい金額がするんですが、最初からですね18インチインチアップされたものが装着をされております。でブレーキパッドもですね低ダストタイプのものに交換されておりますので、まあ、そこまでですね汚れも気にならず乗っていただけるんじゃないかなと思います。でフロントフェンダーは、US フェンダーですねついておりまして、ジョン・クーパーワークスの、US フェンダーになっております。まあ、このちょっとしたオーバーフェンダーがあるおかげで、こういう大きいサイズのですねホイールもしっかりと収まることができております。はい、でサイド回ってきますと、こちらサイドスカットルですね、60イヤーということで、記念モデルのスカットルが入っておりまして、まあ、このウィンドウモールですね、まあ、この辺りも、ラッピングされてブラックになっているという状態です。でサイドステップを見ていきますと、サイドステップはアールズレーシングのサイドエクステンションが装着されております。こちらもカーボンタイプのものですね。で近くで見ていただくとこのようにカーボンになっておりまして、この後ろ側の張り出しがあることで、このボリューム感とですねこのスポーティーな印象と両立をしているんじゃないかなというふうに思います。はい、ではドアハンドルと、給油口カバーですね、こちらはリアルカーボンのカバーが付けられております。はい、そしてリアのホイールですね、リアも US フェンダー装着をされております。でフェンダージョン・クーパーのものですね。でホイールはフロントと同じデザインではあるんですが、リアの方がですね、少しこのようにコンケーブが効いたデザインをしておりまして、まあ、フロントとリアでそれぞれちょっとサイズの調整がされてあるというものになっております。はい、そして足回りはですねビリューシュタインの B14 という車高調が装着をされております。まあ、B14 僕もですね、F55 乗ってる時使っていた車高調ですが、まあ、乗り心地とかですねスタイリング、どちらをとっても一級品ということになっておりますので、まあ、乗り心地の方もバッチリということになります。はい、で先ほどホイールのですねご説明をさせていただいたんですが、まあ、このようにですねちょっとこの、ひねりが入ったというかこう回転方向の入ったデザインをしているんですけども、一般的にはですねあの左右で同じ回転方向のホイールがついているんですけども、 BC フォージドはですねこう反対側に回っていくと、
はい、このようにですね、右側とはですね、逆回転になっているので、どちらから見てもこうスタイリングに変化がなくですね、こう楽しんでいただけるというものになっております。まあ、こういったことができるブランドっていうのもですね、結構少ないので、まあ、かなりですね、こう細かいところまでこだわって仕上げられた車ということになるんじゃないかなと思います。はい、では続いて他の部分ですね、チェックをしていきたいと思います。はい、こちらリアのですね、スポイラーですね、アールズレーシングのリアスポイラーが装着をされておりまして、このルーフだけではなくって下側ですね、はい、このような形で、リアアンダースポイラーもですね、アールズレーシングのものが装着をされております。まあ、こちらもカーボンのものが装着をされております。でマフラーは、まあ、この定番のレムスということになります。まあ、この動画でも何度も登場しているレムスですが、やっぱりですね、まあ、レムスぐらいですね、音がしっかり出ると走っていてもですね、本当に気持ちよさ、楽しさ、格段に増しますので、本当におすすめのパーツとなっております。まあ、これもですね、出口は、カーボンタイプのものが装着をされております。で後ろ側もですね、細かいところであるんですが、またレタリングもですね、ブラックに交換をされておりまして、全体の統一感ですね、結構細かいところまで抜かりなく仕上げられております。はい、では続いて、エンジンルームの方もですね、見ていきたいと思います。はい、エンジンルームですね、このような形でエンジンルームの中もですね、しっかりクリーニングがされて、手が行き届いているという状態なんですが、まあ、このようにですね、レースチップ装着をされておりますので、エンジンの出力の方もですね、通常より高められている状態になっております。まあ、このレースチップがついているとですね、こう吸気音の方もですね、ちょっと迫力の方が出てくるんじゃないかなと思いますので、まあ、このあたりもこうミニの走りを楽しんでいただける一つの材料になっているんじゃないかなと思います。はい、では続いてインテリアですね、見ていきましょう。はい、ではインテリアですね、このように60周年の専用のですね、レザーシートの方が装着されております。でシートの状態もですね、かなり綺麗です。そこまでこう使用感とかも気にならないんじゃないかなと思いますし、まあ、この専用のシートにこの専用のグリーンのパイピングが、まあ、ボディカラーと非常にマッチをしているんじゃないかなと思います。はい、まあ車内の方にですね、入ってきましたが、まあ、こういったドライブレコーダーとかですね、レーダー探知機とか、まあ、必要なものは一通りついているという感じになっているんじゃないかなと思います。まあ、車も比較的新しいですし、距離も浅いということでですね、車内の状態も非常にいいんじゃないかなというふうに思っております。こう目立つ傷とかですね、こう使用感といったものもあまりこう気にならない車ですね。はい、ということで今回はですね、ミニの60周年記念車をベースにですね、しっかりと、カスタムをされたミニご紹介をさせていただきましたが、いかがでしたでしょうか。まあ、エクステリアを中心にですね、かなり見どころの多い車だったんじゃないかなというふうに思いますし、まあ、本当このまま次乗っていただいてもですね、まず目立つことは間違いないんじゃないかなというふうに思っておりますし、まあ、本当にですね、所有欲を満たしてくれる車の1台になっているんじゃないかなというふうに思っております。はい、でパラノックスでですね、販売をしている車についてはですね、全国どこでもご納車をすることが可能ですので、この動画を見てですね、この車両気になったらぜひぜひお気軽にお問い合わせをいただければなというふうに思っております。この動画ではですね、こう伝わりきらない細かい部分であったりとかですね、そういったところは詳しくですね、しっかりとご案内をさせていただこうというふうに思いますので、お気軽にお問い合わせをください。はい、それでは、今日の動画この辺にしたいと思います。この動画面白かったらチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いいたします。チャンネル登録をしていただくと皆さんの素敵なミニが見つかるかもしれません。それではまた次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。